三菱不走、ローザ、ローザは、三菱不走トラックバスが製造するマイクロバスである。三菱のマイクロバスの歴史は、新三菱重工業、現在の三菱重工業及び、三菱自動車工業製の、三菱、ローザ、B10 系と、三菱日本重工業、現在の三菱重工業及び三菱不走トラック、バス製、三菱不走、ライトバス、 メガバイト720型に橋を発する、当時のブランド名は、新三菱重工業が、三菱、三菱日本重工業が、三菱不装であった。三菱不装、ライトバスは、三菱、ライトローザへと取って代わられ、二代目の登場まで、三菱ブランドのローザとライトローザの二本立ての、人形であった。以後、1964年の三菱日本重工業、 三菱造船、新三菱重工業の合併による三菱重工業の誕生、1970年の三菱自動車としての独立、さらに2003年の三菱不装トラックバスへの分離を経て、現在は三菱不装ブランドとなっている車検証に記載される車名は三菱。特定バス、小型路線バス、ロケバスのほか、キャンピングカーのベース車としても使われており、 マイクロバスでは、唯一1987年にグッドデザイン賞を受賞した車両でもある。また、日本のバス専用車としては最も長きにわたって4輪、駆動モデルがラインアップされていた、ライバルのトヨタコースターには高機動仕様車種を流用した、仕様、日産、シビリアンには、イスズエルフの 4WD 車種を流用した仕様が、存在したが2011年のマイナーチェンジで、 廃止されたものの2015年に復活した 4WD が要求される航空自衛隊のサイト用人員輸送車として多く採用されている B10、B20 系。1960年新三菱重工業、現在の三菱重工業及び三菱自動車工業製の三菱ローザ誕生。ローザは中型トラックのジュピターをベースとした関係で 他社製マイクロバスに比べ大きめの車体で価格も高く当初からリアダブルタイヤを標準とし直列6気筒ディーゼルエンジンや当時の国産マイクロバスで唯一となる全長6メートル級のモデルその後7メートルモデルも投入を加えるなどやや営業者向けのポジションであったメルセデスベンツ L319 の影響を強く受けたスタイリングはダルマ・ローザの異名を持つ メガバイト720型、1963年、三菱、ローザとは別に、三菱日本重工業、現在の三菱不走トラックバス、川崎製作所の生産による、三菱不走ライトバスが発売される。こちらはニトントラックの T720 型キャンターを、ベースとしており、他社同様のタイクで、三菱、ローザに比べ一回り小さい。車体は、 クレハ自動車製で、フロント周りに、キャンターと共通の衣装が見られ。1964年、マイナーチェンジ。キャンターに歩調を合わせ、全小灯を、丸型2灯から丸型4灯へ変更。全長 5500mm、定員21名、直列4気筒 1986cc の4、DQ1 型ディーゼルエンジン、運転席ドアを持つなど、 より自家用向けの内容であったが、バリエーション展開もないまま、わずか3年でその座を、三菱、ライトローザへ譲っている。B12 型、B13A 型、B14 型、B14A 型、B16A 型。三菱不装、ライトバス、メガバイト720型の実質上の光景として、登場し、B10、20系三菱、ローザとは、 平廃の形を取った。社格的には、こちらが、現在のローザの直径の祖となる。大柄な車体や営業者向けの品質ゆえに、高額であったローザは、特に短弱車の販売が思わしくなく、自家用、マイクロバス市場では、他社の工人を排す結果となった。そこで、小型化とコストダウンに主眼を置いたマイクロバスを、乗用車生産のノウハウを持つ三菱重工業が、 開発することとなった。外観が垢抜けなかった、不創性のライトバスから一転、トヨタライトバス系170バイト系に非常に似た、スタイルに改められ、寸法も、トヨタライトバスとほぼ同じとされた。直列4気筒の計42型ガソリンエンジン、シングルタイヤ、定員25名と仕様を絞ったことで、価格競争力は十分となった。経済性が徹底的に追求され、 定員も、ほぼ同寸のトヨタライトバスに比べな、一列多い。上級者として、直列6気筒ディーゼルのけ63型搭載モデルも、ラインナップされた。1969年、マイナーチェンジ。ガソリンエンジンをけ47型へ変更。車両形式は、B13 型となる。さらに不創系の2.4リットル 4DR1 型、ディーゼルエンジンや、 B14 型、ダブルタイヤ車、B13A 型、B14A 型を追加する。磁気力ディーゼルエンジンは廃止される。外観では、側面方向指示器が大型化され、全消灯が丸型4等からコルト線同様の異形、角形2等となり、フロントグリルも、交数の少ないメッシュタイプへ変更された。1970年、マイナーチェンジ。フロントグリルの異装変更。 同年7月にもう一度マイナーチェンジを行い、ディーゼルエンジンを2.7リットルの 4DR5 型へ変更、全消灯は再び丸型4灯となる。B210 系、BE4 系、同時に上級グレードのサスペンションにフロント独立喧嘩を採用。1992年に空気バネを追加。KCBE6 系、KKB6 系形式は以下の通り。 PAB6K, PDGBE6K, SKGBE6K, TPG, TPR, TTGB6K, e に r g b e 7 k 4代目ローザではフロントエンジンの構造を利用して運転席の位置を交代させ、レトロ調のエンジンフードを被せたボンネットバスを CX ベースの改造車扱いで設定している。クラシカルなデザインを採用することが多く、 主に観光地や古い街並みを走る路線バスに使用されている。平成15年新短期排出ガス規制時に一時販売中止となったが2008年に平成17年新長期排出ガス規制に適合し販売を再開した形式は PDGBE64DG 回ロングボディ b k 2 1 5回型なお 三菱不総理高ー学士による国土交通省の制裁措置により2004年9月1日から発売が中止されていた2004年9月28日に形式審査が完了し国土交通省から販売を許可されたため同年10月下旬に販売を再開した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください